犬のおっぱいくらいドアノブあんぞ。当たりのドアノブ一個だけみてえなノリになってんじゃん。 I'm on the way of a room the champion。 やっぱり一家に一台はいるよね。そう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 、これでねお茶を沸かしてねってバカ野郎。あ、びっくりさせんなよ山下かよ。山下。じゃあ今回もやっていこうか。今回やっていくゲームは変態家族っていうんだけど、世界一怖くなくて親切なホラーゲームをね作ったあの方の新作です。というわけで行ってみよう。今日は出張で京都にやってきた。無事に商談も終わり気づいたら夜になっていた。夜行バスで大都会埼玉に帰ろうと考えていた頃、同期の山下が、俺京都に実家あるねん、よかったらうちに泊まっていけへん、明日は土曜で休みやし、と言われた。どうせ家に帰っても暇だし、その手屋に乗ることにした。なるほどね、同期の山下の言うよ、びっくりした。やばい。で、だって同期の山下の家独特すぎんか、これなんだこれ。あれ、ああ近く行くとめっちゃ鳴る。あれ、これ止めらんないの、超うるさいんだけど。これあ、ダメだ、止められない。古い。いや待って、コンセントでかすぎんだろ。家電よりでけえコンセント。うわ、懐かしいテレビだな。お、なんか写真？あ、違うね。ノートパソコンと、はいはい。あー、うるさい。あー、入れる。ん？おい、犬のおっぱいくらいドアノブあんぞ。当たりのドアノブ一個だけみてえなノリになってんじゃん。原付きね。はいはいはい。同じ靴しか履かないタイプじゃん。こういうとこは履かない。はいはいはい。で、自転車。これは？ああ、これは。なるほどね。ああ。電気は消せない。ここは？あ、ここは入れん。ああ、びっくりした！めっちゃびっくりした！捨てて子族の赤ちゃんみてえなのがいる。何だよ、捨てて子族。これ呪いだぞ、これ。なんだこれ。あと、ここ走ってちょっと通り抜けよ。うるせえから。あれ？あー、よしあいや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 。なんかある。え？なにこれ？やっぱり一家に一台はいるよね。そう、これでね、お茶を沸かしてねってバカ野郎。あとは？ん？こういうのが趣味か。そうだろ、だってあっちに捨てて子族の赤ちゃんあったもん。捨てて子族ってなんだよ。俺も昔はよくやってたな。そうだよな。はいはいはい。じゃあ次、ちょっとこっち行ってみる？おー、寝室。てか、変態家族って言ってたからな。変態なんだろうけどさ、その変態の家族いなくね？こっちは何？あ、物置みたいな。という感じだね。じゃあ何もないね。ん？あ、照明か。ってことは残すところあと一つここだけ。お邪魔しまーす。うわー、意味ありげな。兄弟と、ここは開かない。で、これが、ベッド。シーツやらない派なんだ。あれ？待って、全部調べて。俺も全部、待って、捨てて子族の親がいる！手でかい。え？あ、びっくりさせんなよ、山下かよ。山下！あ、ゲーでそう。え？何？え？え？え？何が目的なんこれ？え？近づいて、いい感じ？あ、あ、いったー！この野郎、おめえ、何しようか！この野郎、おめえ、舐めんなよ、この野郎。え？あ、ダメだ、完全に沈んだ。え？え？え、何？え？無事に、お家に帰れますように。よし。何
手前から、手前から行こう、手前から。さ、これさ、もう当たりのドアノブ引いて帰るとかそういうオチではなく、オチではないね。なになになに？今のとこ何もない。あ、はい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 、1,2,3,4、ある、そっく。はい、オッケー。よしよしよし。今割れた音したよね。ここからだよ、多分。でも、何もない。さっきはこれで山下がいたんだけど、レスリング上級者の構えだよ、それは。一応、組み合った方がいい。勢いでいっちゃう。なら、お母様、お邪魔してます。ちょっと、買い物行ってくるわ。おめえ、おならさ、おめえ、そこは透け？いや、そこ透けちゃダメだし、なんで泳いでんだよ、お前。あと、おならでお前発信すんのやめろよ。こっち窓ですよ。玄関あっちだよ。お母さん！あ、お母さん！あ、お母さん！俺、どうすりゃいいの？ああ。まあ、京都ではよく見かける光景だからね。まあ、お母さんあっちに行っちゃったわ。すげえゆっくり泳いでるもん。見えづらいかもしれないけど。まあ、いいや、もうお母さんのことは。で、まあ、捨てて子族の赤ちゃんも大丈夫。で、あとは？あれー？はい。あ、いよいよやることなくなっちゃったね。ロッカーも開かない。はい。お前は誰だ？お前ドアの開け方知らんの？俺は、そうか、変態だな、貴様。は？こんなのに変態って言われてんの？だったら、逃がさないよ。絶対逃げた方がいい！絶対逃げた方がいいよ！これは、どうしよう。ちゃんと逃げなきゃ。まずはあれかな、お母さんを見送るところから始めるのかな、もう一回。でもさ、実際逃げるとこなんてなくね？実際逃げるとこなんてないよね。どうすりゃいいのこれ。なあ、お母さん。まあ、泳げよ。どうせなら俺貫通してってよ。ありがとう。お前これ、金狙えるぞ。これは金狙えるよ。北島康介が嫉妬する動き。はい。ってわけで。で、そのうちこの扉を破るおっさんが現れるんだよな。初めての宇宙、自立地方。にゃ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 。わ、お前は誰だ？あ、トイレ行けるんだ、これ。俺は、そうか、変態だな、貴様。これどうすればいいんだろうね。せーの、はい、オッケー。はい。あー、待て、こっち行け。は？しっかり宣伝されてる！
終わった。いや山下どれだよ。